こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラは、ライカ M3 と並んでですね、ライカの代表的なレンジファインダーフィルムカメラボディ、ライカ M4 になりますね。はい。シリアルが1270335ですので、1970年の製造ライカ M4 ということになりますね。ドイツ製になっております。はい。じゃあ外観から見ていきますね。はい。外観はですね、うっすら使用感、経年感がありますけれども、目につく擦れ当たり、凹みなどはない、おおむね綺麗な状態だと思っていただいて大丈夫だと思います。はい。この軍艦部などを見ていただいてもですね、取り立てて目につくですね、当たり凹みなどは見当たらないですね。このナンバーの上のところにですね、多少ですね、こう、擦れた、ちょっと跡がこう見られる程度ですね。はい。こういう角っこに当たりとか凹みなどは見られない状態です。で、金属のストラップの跡などもですね、ほとんど見えない感じですね。はい。アイレットの摩耗もないですね。で、フロントも綺麗、マウント部分も綺麗ですね。こういうダイヤルの、突起部分のメッキの摩耗などもないですね。はい。バックドアの塗装もしっかり残っております。底蓋ですけれども、三脚の跡とかもありませんね。はい。ここにちょっとですね、端っこにこう擦れたちょっと跡がありますけれども、強いていってこれぐらいですので、大変綺麗な状態だと思っていただいていいですね。もちろん、こう地面に置いてガリガリっとやったりとかですね、落下した跡などは全くありませんね。ご覧の通りの綺麗な状態ですね。はい。針側ですけれども、針側もですね、こう、欠けたり、剥がれたりしやすい部分もですね、しっかりとしておりまして、針側、欠けなどなく、100% 綺麗な状態です。で、浮いてパキパキしたりもせずにしていないので、こう、手にしっくりと馴染んで、いい感じの革の状態です。はい。続いて、ファインダーですけれども、ファインダーも綺麗ですね。フロントから見て、曇りカビ、バルサム切れとかですね、チリホコリの混入ないですね。はい。接眼部から見てももちろん、曇りカビ、バルサム切れ、チリホコリ混入認められないですね。ブライトフレームも、このフレームセレクターとレンズの種類の脱着によって、くっきりはっきり表示されておりまして、かすれたりとかですね、見にくくなったり、細くなったりとかしてないですね。で、ピントの二重像もくっきりはっきり、コントラスト強く出ておりまして、縦ずれもなく、ピント合わせ、フレーミングともにですね、何のないファインダーをキープしております。はい。じゃあですね、はい。シャッターをチェックしていきたいと思います。シャッターは手速の1秒から見ていきます。これ1秒ですね。はい、1秒。はい、安定して。はい、切れてますね。はい。続いて、2分の1秒です。はい、2分の1秒もいいですね。うん。はい、安定して切れてます。続きが、4分の1秒。はい、いいですね。低速のシャッターに、膜の遅れ、シャッターの粘りなどないのがお分かりいただけます。はい。続いて、中速125分の1秒です。スナップなどではよくお使いになるスピードだと思います。はい。シャッター音変わりまして、はい、こちら、しっかりと切れてますね。はい。中速125分の1秒も問題ないですね。じゃあ、ここでセルフタイマーもチェックしていきます。このレバーをぐっと下げてもらって、はい、このスイッチでスタートいたします。途中で弱くなったりしないでですね、しっかりと動いてますね。はい、ここでシャッター切れて、はい、最後までしっかりと動作しております。底蓋を外していきます。底蓋外してもですね、中身に金属の色、サビ、汚れ、素材の劣化などないですね。シャッター膜も非常に綺麗ですね。はい、こんな感じです。じゃあここで、高速1000分の1秒、ちゃんと開いているかどうかチェックしていきますね。一瞬ですけどもね、こう、しっかり開いてるのをお分かりいただけます。はい。
底蓋もすっくりと閉まってですね、きつすぎたり、こう、緩かったりしませんね。はい。はい。付属品がこちらのボディキャップです。はい。という感じでですね、動作全く問題ないですね。外観もうっすら使用感はあるものの、綺麗な状態の、はい、ライカ M4 になりますね。非常にいい状態ですけれども、このまま全くお使いいただいて問題のない状態ではあるんですけれども、念のため末永くお使いいただくために全体的な分解整備、清掃、調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、はい、ライカのですね、代表的なレンジファインダーフィルムカメラボディライカ M4 になっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。